ようこそ皇室ジャパンへ。12月23日上皇様が90歳の誕生日をお迎えになりました。この日に天皇皇后両陛下と愛子様がお祝いを述べるために赤坂御用地を訪れました。午前11時頃、淡い水色の装いで帽子をかぶった愛子様が赤坂御用地に到着し、集まった人々に笑顔で手を振りながら上皇ご夫妻のお住まいへと向かわれました。記録された歴代天皇の中で初めて90歳の大台を迎えられた上皇様。この誕生日には昨年よりも多くの人々が集まり、お住まいの仙洞御所で祝賀行事が催されました。上皇様は天皇皇后両陛下や愛子様をはじめとする皇族の方々、そして岸田首相を含む三権の長たちから心からのお祝いを受けられています。また宮内庁によると、上皇様は上皇后様と共に健やかな日々を送られており、時には侍従と将棋を楽しむひとときもあるそうです。爽やかな色合いの装いが愛子様にとてもお似合いですね。お帽子もチャーミングで、その立ち姿を拝見できたら素晴らしいでしょう。内親王からのお祝いの言葉を受ける上皇様のお喜びの様子を想像するだけで心が温まります。残念ながら、いつもは車内からのご覧になる姿しか見ることができませんが、今回のお帽子はいつもとは一味違う素敵さがあります。愛子様の全身の装いを拝見できたら、その美しさにただただ感動することでしょう。愛子様にはただ品格があるだけでなく、輝く花も備わっていますね。上皇様を祝う際の愛子様の笑顔は、心からの喜びを表しているように見えます。こんなにも魅力的なプリンセスが将来国民の象徴となることを心から望んでいます。愛子様の記事を目にするたび、そのお姿を拝見することが待ち遠しくなります。品のある優雅な雰囲気に包まれている愛子様を見ると、心が穏やかで温かい気持ちになります。父である陛下はもちろんのこと、香淳皇后や黒田清子さんの面影も感じられるようです。愛子様はお顔立ちが上皇陛下や天皇陛下にとても似ておられ、特にその高い鼻立ちは顕著です。涼やかな薄水色の装いは皇太子としての風格を感じさせ、見る者を魅了します。わと思わず声を上げてしまうほど、愛子さまは清楚で愛らしいお姿です。このようなお帽子をかぶられている愛子さまを見るのは珍しく、新鮮な印象を受けます。愛子さまからお祝いの言葉を受けたら、上皇さまもきっと大変喜ばれるでしょう。愛子さまは日本が世界に誇る宝であり、その存在に皆が喜びを感じています。日本国民の一員として、上皇様がお元気なうちに愛子様が立体視されることを心より願っています。愛子様は爽やかな水色がとてもお似合いで、その可愛らしさと気品には目を奪われます。天皇陛下と皇后陛下のお二人に似たお顔立ちで、輝くオーラと華やかさを備えており、まさに天皇家のご長子らしい知性と品格が感じられます。
愛子さまの美しさは年々増しており、すでに品格と知性があふれる存在に成長されました。敏宮愛子さまは天皇皇后さまと共に現代の皇室を象徴するかけがえのない皇族であり、多くの国民にとっての誇りであることは疑いようのない事実です。今日は天皇皇后両陛下と敏宮さまの御祝いの様子を拝見できる素晴らしい土曜日です。国民の多くが願う皇室典範の改正と立体視の実現を、国民に安らぎと未来への希望をもたらす形で果たしていただきたいと願っています。平成の天皇陛下がもし今上天皇陛下ご一家の歩む道をご覧になるなら、そのご立派な務めに対し温かい言葉を送っていただけたらと思います。愛子さまの魅力はその可憐さと気高さにありますね。カジュアルな装いでも愛らしさが際立つ愛子さまですが、フォーマルな装いではまるで内側から放たれる光が増幅されるかのようです。これからも愛子さまのさまざまなお姿を拝見できることを心待ちにしています。幼い頃からの無邪気さが魅力的だった愛子さまは、今や素晴らしい女性へと成長なさりました。まるでこれからの日本を象徴する存在としてお生まれになったかのようです。女性天皇として多くの国民に希望と光を与えてくださることを心より願っています。どんなに美しい服や高価な服も、それを身にまとう人によってその価値は大きく変わります。愛子さまは内面からあふれる美しさと優しさがどんな装いも引き立て、より美しく見せています。天皇陛下になるためには生まれながらに特別な何かが必要なのかもしれません。敏宮さまのご登場はいつも心待ちにされていますが、全身を拝見できるとさらに嬉しいですね。上皇さま、お誕生日おめでとうございます。このように立派に成長されたお孫さまがお祝いに来られるのはきっと喜ばしいことでしょう。愛子さまは日々美しくなられています。お帽子もとてもお似合いで素敵です。日本の皇室を象徴する存在になられる日を楽しみにしています。いかがだったでしょうか。上皇さまの90歳の誕生日を祝う愛子さまの淡水色の装いと笑顔はまるで春の花が咲き誇るような美しさでした。愛子さまの祝福は上皇さまの心に春風のように吹き込み、私たち国民にも温かい感動を与えました。この日の思い出は愛子さまの笑顔とともに皇室の光をさらに輝かせています。最後までご視聴ありがとうございました。今回は以上となります。あなたの感想をコメントでお寄せください。この動画に対していいねボタンでの評価をいただけると嬉しいです。これからも皇室に関する動画をお伝えしていきますので、動画を見逃さないようにチャンネルの登録をお待ちしています。それではまた会いましょう。